まずは横浜ベイブクリトーキーの荒川真由美さん、横浜ロイヤルパークホテル片山恵梨香さん、第3コースは新潟にいる横浜レストラン雑誌の沢池美香さん、そして第4コース横浜ベイブクリトーキー吉田彩香さん、そして第5コースは横浜グランドインターコンチネンタルホテルラウンジ&バーマリンブルーのパン・キャサリンさん、以上5人目の女性決勝となります。タイムトライアルではないですから、一番最初にゴールした人が1着決勝になりますからね、はい、順番の動きになりますので、でも最後まで頑張ってください。で、沿道の方、女子の決勝スタートする前にどうぞ白線の外側、白線の外側、外側は一歩後ろに下がってレースの方をご観戦ください。じゃあよろしいでしょうか。で、ここでですね、はい、スターター、ここはスターター、はい、神奈川県制作局知事室の木口さんにお願いしたいと思います、はいはい、木口さん、それではお願いいたします。はい、いよいよ決勝です。スタートです。ちょっと5人ですからね、これこの2人が多分、あの、ユタン、ターンする時の位置取り、これが一番ね、ちょっと大事なんですね。最初の人が 10m どんどん運営されているのか、まずは、ね、一番の赤い、こちらというですね、インターコースですね、はい、ターン、皆さんが頑張ってくれていると思います。カサリンさん、なんか赤のドラマで、あらあらあら、私ですね、でもこのバンさんはね、先ほどの団体戦の思いも込められてますので、やっぱりちょっと絶対ここは勝ちたいと、優勝したいという思いが強いかもしれません。はい、はい、もう折り返してさあ、折り返していきましょう。ここで女性の優勝者が決まります。皆さん、お願いします。これでゴール前がね、多分ね、もちろん最後まで全然切らないで、はい、おっと、ここで出てきたのはエリカさんですか。変わりましたね、また、エリカさんが優勝